ジャンボ・ツルタは、日本の元プロレスラー、スポーツ科学研究者、本名及びキ、e、ーリングネーム、ツルタ美、も全日本プロレスで活躍した、三冠ヘビー級王座の初代王者であり、日本人初のアワ世界ヘビー級王者、1972年ミュンヘンオリンピックの、レスリンググレコローマンスタイル最重量級、日本代表を経て全日本プロレスに入り、 ジャイアントババ後継の次の時代の大型エースとして期待され順調に成長する。トップレスラーとして活躍したが B 型肝炎を発症したことにより第一線を退いた。その後はレスラーとしての活動と並行して東院横浜大学、慶応義塾大学、そして母校の中央大学で講師を務めるなど教育者としても活動した。 山梨県東山梨郡牧岡町出身で、山梨県立氷川高等学校を経て、中央大学法学部政治学科卒業。血液型大型。ニックネームは、完全無欠のエース、怪物、ザウの名である。人生はチャレンジだ。チャンスはつかめは、鶴田のプロレスの師匠である。ジャイアントババから継承したものである。オリンピック出場時の選手名簿には、 身長196センチメートル、体重110キログラムと書いてある。広大なブドウ農園を営む家に生まれる。生まれた時は3000グラムと普通の大きさであった。生まれた頃は体が小さく、女の子のようだからという理由で、ともみと名付けられた。兄の常吉の証言によると、幼少期の鶴田は先輩たちの後について、チャンバラごっこなどをして遊んだという。この頃は、 スポーツなどはせず、家の手伝いをして、体を鍛えていた。荷物を持って、坂道を登り降りする作業が、アマレスやプロレスで発揮した脚力の源となったと、される。小学生の頃に、虫垂炎の手術を経験したが、後の肝炎を除けば、これを除いて、大病には縁がなかった。中学では野球をやっていたが、この頃になると、体が大きすぎて吐くものに困るようになったため、 運動会では、運動靴の代わりに、ゴム草りで走っていた。二年生の夏休みには、朝日山部屋に入門。本当は体験入門のつもりであったが、新弟子検査に、受かってしまったため力士になってしまい、おじの会錦式が慌てて話をつけて、新弟子検査を取り消させ、すぐに、地元に戻った。そのためか、日本相撲協会には、鶴田の記録が残っていない。事情を知らない。 地元の人からは、相撲がダメで帰ってきたというような目で見られ、この体験が、鶴田の心に影を落としたと推測する文献も、いくつか見られるが、兄の常吉は、ともみもまだ子供でしたからね。本人は何も気にしていなかったですよ、と鶴田の没後に証言している。高校時代は、バスの便が悪いこととバスの天井が低くて、乗り心地が悪いことから自転車通学をしていた。行きは下りだが、 帰りはずっと上りであり、しかも道は舗装されていない砂利道であったため、自転車は何台も乗り潰していた。これも鶴田が鍛えられた要因である。中学時代にやっていた野球は受験の影響で目が悪くなったことからボールが目で追えなくなり、それなら大きいボールを扱う方が良いと、バスケットボールに転向した。プロレスはというと、テレビで見ていたため全く知らないわけではなかった。ちょうど高校時代には、 勝負法の前世時代であり、ジャイアント馬場の姿はインプットされた。高校のバスケットボール部は山梨県下では無敗であり、在学時は3年連続でチームはインターハイに出場。自身は1年生の時こそ半年間野球部に在籍していたのでインターハイには出られなかったが、2年生の時は石川県、3年生の時は広島県で開催されたインターハイに連続出場した。 三年生の時には山梨県の相撲大会に出場して3位の成績を収めた。その後、一般入試で中央大学法学部に入学。大学一年まではバスケットボールの選手であったが、バスケットボールではプロ選手になれないことや、日本のバスケットボールの実力では予選に勝ってオリンピックに出場することができないということで、バスケットボール部を退部したということになっている。 選手層の薄いレスリングであれば、オリンピックに出場しやすいと考え、大学のレスリング部に入部を申し込むが、一つのスポーツをやり通すことのできない奴は何をやっても、ダメとの理由で一旦は断られる。この時断った側の一人に、関川哲夫がいるが、彼の語るところによると、鶴田の格闘技への思いは本物だったということで、反省しているようである。そこで、 自衛隊レスリング道場で練習を始め、わずか1年半足らずで全日本選手権、フリーグレコローマン両親目ともに連覇するほどの選手となった。大学3年時にレスリング部から逆に入部を進められ、4年時に石井翔八、笹原翔三、池田光雄、渡辺長武、中田修平ら金メダリストを輩出した名門中央大学レスリング部へ入部した。 レスリング、日本代表にも選ばれ、当初の目的通り1972年のミュンヘンオリンピックに出場する。レスリングでの実績により、ジャイアントババからプロレスにスカウトされる。プロレスに対する偏見や評価などを考え葛藤したが、1972年9月16日、父親の死をきっかけに、自分自身で人生に挑戦しようと思ったことと、大学の監督、先輩、 マスコミなどからのアドバイス、日本レスリング界のドンと言われた、八田一郎のプロが栄えれば、天も栄えるの言葉に励まされプロレスラー入りを決意した。大学在籍時の1972年10月31日の全日本プロレス入団記者会見にて、僕のようなでっかい体の人間が就職するのには、全日本プロレスが一番適した会社かなぁと思って、 尊敬する馬場さんの会社を選びましたと発言したことが全日本プロレスに就職しますと報道される。デビュー当初は本名の鶴田智美をリングネームに用いていた。ニックネームは若大将。入団したばかりの頃、馬場から月10万円の小遣いをもらったり、自分の体のサイズに合うスーツを新調してもらったりと、入団以前まで貧乏学生であった鶴田の生活は一変した。 当時日本テレビ、全日本プロレス中継のプロデューサーだった、原明は、後で思うと、その頃はあまり肉がついてなくてひょろひょろっとして、ひ弱な青年という感じでしたね。ただ、背が高かったから、これからトレーニングして、大きくなるだろうという予感はありました。今考えると、アマチュアレスラーの体だったんでしょうね。体重を絞って、肉をつけていなかったのかもしれませんと入団当初の、 ツルタの印象を語っている。入団後ほどなくして、テキサス州はマリロのザ・ファンクスの下で修行し、スタン・ハンセンやボブ・バックランドとも開講特に、ハンセンとは気があったようで、ハンセンはツルタをトミーの愛称で呼び、ツルタが日本から持ち込んだインスタントラーメンを分け合って食べるほどの仲だった。ザ・ファンクスの父、ドリー・ファンクシニアはツルタを見て、 この男はレスラーになるための下地はとっくにできている。あとは、経験を積むだけだと評した。ハンセンは、体細いのに、自分より何キロも重いベンチプレスを上げていたと当時の、鶴田のパワーを語っている。1973年3月24日、アマリロにて、エル・タピアを相手にプロデビュー。2ヶ月後の5月20日には、ニューメキシコ州アルバカ。その後、サイクロン・ネグロや、 ゴードン・ネルソンが実力者との対戦を経て、8月9日には、スタン・ハンセンと組当時ザ・ファンクスが保持していた、インターナショナルタッグ王座に挑戦した。外戦帰国後の同年10月6日、後楽園ホールにおけるムース・モロンスキー戦で国内デビューし、ホール勝ち。3日後の10月9日、クラマエ国技館でのザ・ファンクスとの、インターナショナルタッグ王座戦のババのパートナーに選ばれる。 この抜擢については試合前に、たかが半年、150試合のアメリカ修行で一体どれだけ成長できると言うんだ。プロはそんなに甘いものじゃないと、内外やメディアからも、猛批判が上がったが、アメリカにて、鶴田の成長ぶりをその目で確認していたババは、まあまあ、とにかく60分3本勝負の1本目では、テリー・ファンクからジャーマンスープレックスホールドで、 ピンホールを奪いた気の片鱗を見せ、すぐに、ババに次ぐ、全日本プロレスナンバー2の地位につく。20代の中頃までは、若い女性の新衛隊もいたほどの人気であった。ファンからの公募により、1973年10月27日に、リングネームを、ジャンボ鶴田と改名。日本でも日本航空で、ジャンボジェット機が就航し、一般にもその名称が浸透し始めた時期であり、 師匠である馬場と同様に、スケールの大きなプロレスを期待されての命名であった。なお、鶴田は、投票の途中経過で、ジャンボ鶴田が断突で1位だったので、もうその時点で、ジャンボ鶴田に決まりだなと思ったそうである。1974年3月から4月にかけて、再び、アメリカ遠征に出発、太平洋岸北西部から南部、北東部、中西部まで、 各テリトリーを回り、3月23日には、オレゴン州ポートランドにて、ダッチサベージ。3月29日には、ジョージア州アトランタにて、ボビー・ダンカンなど、各地のトップ選手と対戦。4月1日には、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンに登場し、ジョニー・ロッツから勝利を収めている。翌日の4月2日には、フロリダ州タンパにて、ダニー・ホッチ。 4月4日には、ノースカロライナ州グリーンズボロにて、ネルソン・ロイヤル。4月7日には、ニューメキシコ州アルバカーキにて、キラー・カール・コックスと対戦するなど、世界王者級のタイトなスケジュールをこなした。1970年代中盤は、復活した UN ヘビー級王座決定戦で、ジャック・ブリスコを破り初めてのシングルタイトルを獲得し、キム・ドクトの構想や、 国際プロレスのラッシャー・木村との対抗戦、リックス・レーターをジャーマン・スー・プレックスで破ってのチャンピオン・カーニバル初、優勝などの実績を挙げ、1977年8月25日に行われたミルマス・カラスとの田園コロシアム決戦が評価され、東京スポーツ主催のプロレス大賞において3年連続年間最高試合賞を受賞。この時期の鶴田の代名詞は、 UN ヘビー級王座と背後に星を刻んだレスリングタイツ。必殺技は4種類のスープレックス。特にジャーマンスープレックスとトップロープからのウルトラシードロップキックを大一番で用いている。1980年代前半は NWA 世界ヘビー級王座やアワー世界ヘビー級王座に対してあと一歩でタイトルを取り逃がす歯がゆい試合を続けたため。 前線マンと呼ばれていたが、1982年の NWA 戦から、大津も黒を基調としたエースらしいものに変更し、前線マンからの脱却を目指した。この当時の鶴田について、上田馬之助は、ジャンボはなあ、ああれだけ恵まれた体格をして、才能、瞬発力、柔軟性、運動神経をすべて高い次元で持っているのに、ジャンボには何かこう、ガツーンとくるものがないんだよね。 全日どころか日本マット界のエースになれる素材なのに。藤波もそうだけど、デビュー当時からの爽やかお兄ちゃんのイメージを未だに捨てきれてないというか。まあ、最近はトランクスを黒に変えて自分の中の何かを変えようと必死になっているのはわかるけどねと語っていた。また、この年の秋に訪日していたルーテーズに必殺のバックドロップのコツを教えてもらっている。 1983この時、今のは100万ドルだなというテーズの言葉に、世界チャンピオンになったら払いますと答えた逸話が残されている。6月8日には、NWA 王者、ディック・フレアーに挑戦し、3本勝負を1から0で、時間切れ勝ちはするものの、3本勝負の場合、2本、勝たなければ、王座の移動はしないというルール規定により、世界ダッシュはならなかった。しかし、 フレアとの NWA 戦では1981年の1から2での敗北や選挙。フレアからは30年の時を経て、日本人でベストな選手を3人挙げるとしたら、鶴田、天竜、ムッタとのコメントがある。米国遠征中の6月17日に、長年ついていた UN ヘビー級王座を返上。7月31日には、アワ王者、ニックボックウィンクルに挑戦をし、 反則勝ちをするが、ピンフォール勝ち、ノックアウト勝ちもしくはギブアップ勝ちでないと王座は移動しないというルール規定により王座移動せず、世界ダッシュは失敗に終わる。過去のニックとの合わせん同様、のらりくらりと交わされつつ、最終的にダーティなファイトで防衛されてしまう内容だった。8月31日、倉前国技館において、力道山以来の日本プロレス界の司法。 インターナショナルヘビー級王座を、ブルーザーブロディからダッシュ、第14代王者となる。試合後、ロッカールームでババから、よくやった、今日からお前がエースだと祝福され、公式に全日のエースの座を襲名する。年末の世界最強タッグ決定リーグ戦では、ババとの指定コンビを解散、天竜との鶴竜コンビで参加するが、ミラクルパワーコンビに次ぐ、準優勝に終わる。この年、 インターヘビー級王座獲得の功績が認められ、プロレス大賞の最優秀選手賞を、同世代を表す、鶴藤長店の中で、初受賞。そして鶴龍コンビも、最優秀、タッグチーム賞を受賞した。1984年、入場曲を J に変更。2月23日に、マイ国技館で、自らが保持する、インターナショナルヘビー級王座をかけての、 ダブルタイトルマッチとして、アワ王者のニックボックウィンクルに、再び挑戦。インター王座とのダブルタイトルマッチということで、インター選手権のルールも適用され、反則や、リングアウトでも、王在動。さらにレフリーの出身等でのアクシデントを防ぐため、主審にテリー・ファンク、副主審に、上秘口を起用するという万全の体制で、ニックのダーティーなファイトを防ぎ、バックドロップホールドによって勝利し、 当時日本人として初めてアワ世界ヘビー級王座を獲得、念願の世界ダッシュを達成した。この一戦は当時の土曜トップスペシャルで放送されるほどのビッグマッチであった。アワ王座獲得後、同王座をリック・マーテルにダッシュされるまで、前王者ニック・ボック・ウィンクルをはじめ、ブラック・ジャック・ランザ、ビル・ロビンソン、ジム・ブランゼル、クレック・ガニア、ブラック・ジャック・マリガン、 バロン・フォンダ・ダシクラを挑戦者に16回の防衛、日米2国間を往復しての世界ヘビー級、王座防衛は、日本人初の快挙であった。この年、プロレス大賞の MVP を2連覇。これらの活躍により、鶴藤長天の中では一段上の扱いとなり、実力的には、バ,バ、チ初期の後継者とされるものの、人気では、維新革命の長州力や天竜の後陣を排す。 このレスラーとしての格と人気面のギャップは、バックドロップは、相手の受け身の技量によって落とす角度を変えている、などという鶴田の発言に対し、ファンが、本気でやれ、手加減するな、殺す気でやれという反応を見せ、さらに鶴田が、相手のレスラー生命を終わらせる、もしくは死に至らしめるのがいいレスラーだというのなら、僕は明日にでも会社に辞表を出すと反論するなど、良くも悪くも、気は優しくて、 力持ち的なツルタのキャラクターや試合ぶりに、ファンが感情移入しにくい点に一因があった。プロレース界のキングコングと称されたブルーザーブロディや、ハンセン、ロードウォリアーズといった大型外人レスラーとの戦いがメインとなっていた1980年代、終盤、大型の外人と戦っても見劣りしない、レスリング技術は、後に全日に参戦した、聴衆力、 ブロディが新日本に移籍した後で対戦したアントニオイノキラの戦いと比較される中で評価されるようになった。相手レスラーからの評価も高く、戦った選手のほとんどは、鶴田の運動能力、身体的能力を絶賛している。新日本のエースで、1984年末から新日本を退団し、ジャパンプロレスの一員として全日本に参戦した、長州寺からと、 1985年11月4日に大阪城ホールでシングルマッチを行う。結果は60分フルタイムドローで終わった。鶴田はこの一戦でリング中央でどっしりと構え、自身の周りを聴衆が動き回るようにファイトすることを意識し、引退後日本テレビのインタビューであれは僕の作戦勝ちでしょと語っている。これは馬場が AS 候補生たちに必ず教えていた心構えであり、また自分が格上のレスラーであると印象付けられる上にスタミナの商品も少ないという効果を狙ったもので、鶴田が王道プロレスを体現した試合として名高い。一方、長州は対戦前には鶴田をぬるま湯に使っている、あいつはレスラーじゃない、ただのサラリーマンと散々酷評していたが、対戦後は 鶴田へ一目置くようになり、マスコミに対し、ボクシングのような判定性だったら、負けだったなと語り、以降、鶴田を評価する発言をたびたび行うようになる。この評価は、鶴田戦後長年にわたり一貫しており、2012年10月5日の、長州と高田信彦とのトークショーにおいても、鶴田先輩は本当に、すごいと、アマレスの先輩である鶴田に対する敬意を素直に、 表現している。長州とのこのシングル対決は1985年のプロレス大賞の年間最高試合に選出されている。しかし、この時期の鶴田はシングル戦線では苦戦していた。1985年4月と1987年3月にフレアーの NWA 王座に挑むがダッシュに失敗し、1986年には アワ王座祭大観を目指し当時の王者スタン・ハンセンに3度挑むが、これも全てダッシュ失敗。同年7月の敗戦では、自らのインター王座も奪われるなど、世界最高峰クラスの王座をダッシュした選手としては、物足りない戦績であった。鶴田が怪物レスラー、完全無欠のエースとしての評価を高めたのは、1987年に天竜同盟を結成した。 天竜玄一郎との一連の交想、そして天竜離脱後の長世代軍との戦いであった。天竜が繰り出す、激しい攻撃に触発され、鶴田も恵まれた、身体能力を背景に覚醒、一般的なプロレス技で、中野信一や天竜を失神させる、寺西勇やアニマル浜口が、全地数ヶ月の入院を余儀なくされる、といった怪物ぶりを発揮した。特に天竜は、 世界タッグ戦でバックドロップの3連発、1989年4月の三冠戦では、後にジャンボリフトと呼ばれる起き手破りの長球角度の垂直落下型パワーボムと2度失神させられている。1988年6月には、谷津義明との逸話コンビで、インターナショナルタッグ王座と PWF 世界タッグ王座を統一、初代世界タッグ王者についた。 同年8月30日、前日に、辰春法に王座を奪われ五輪コンビで、挑戦者チームとして戦った一戦では、バックドロップを連続で暗いすでに意識がなく自力で、立ち上がれない天竜の髪の毛を掴んで、無理やり引きずり起こし三発目のバックドロップで、完全失神に追い込みかばう腹ごとピンホールし、王座を脱回した。1989年4月には、 シングルタイトルであるインター p w ー u n の三冠を統一し、初代三冠ヘビー級王者となる。これらの実力が認められた結果、ジャンボツルダの人気は不動のものとなり、1990年2月10日に行われた新日本の東京ドーム大会に参戦した際には、敵地であるにもかかわらず、入場時にツルタ、王、コールが爆発するなど、全日のエースから、 日本プロレス界のエースと呼ばれるにふさわしい存在になっていた。この時期、全日本のリングから、かつて鶴田が世界王座戦線で何度も苦敗を飲まされた、リングアウト決着、反則決着が徐々に消え、リング内での完全決着が目指されるようになったことも、鶴田には追い風となった。天竜が新天地を求めて全日本を離脱し、SWS に移籍した後、鶴田のライバルとして、 名乗りを上げたのは、弟子の三沢光春であった。1990年6月、三沢はシングルマッチで鶴田声を果たすが、この試合は丸め込み合戦を制してのもので、真に鶴田声を果たしたとは言い難いものだった。だが、三沢は最初で最後の涙をリングで流し、日本武道館の観客が総立ちになるなど、盛り上がる結果となった。3ヶ月後、 三冠ヘビー級王座への挑戦権をかけて、再度三沢と戦うが、今度は鶴田が、ジャンボラリアットからのバックドロップホールドで、三沢から完璧な三ウントを奪っている。1991年1月19日、ハンセンを破り、三冠ヘビー級王者に返り咲く。この年は、三沢、川田俊明、スティーブ・ウィリアムスが、鶴田の三冠王座に挑戦するがすべて退けている。 1>, 1月下旬の後楽園、ホール大会では、川田から顔面へのステップキックを必要に繰り出された直後、鶴田は目の色を変え、大迫力のエルボーを、顎へ、まともに入るジャンボキック、場外でのボディスラム、座面ではなく、ステンレス部分でのイス攻撃などを川田に繰り出した。タックパートナーの淵正信が止めに入るものの、縁を突き飛ばし、解説の竹内康介も言葉が出なくなるほど、 和田強平によると、試合後の控え室では、なんで僕、あんなに切れちゃったんだろうと普段のジャンボツールダに戻っていたという。この時のツールダについて、和田強平は、あれはお客さんに見せるものじゃない。普段の余裕のジャンボを見せたかったと、辞書で語っている。また10月の大阪府立体育会館での6人タック戦では、ツルタのエルボーが、三沢光春の花を直撃し、 三沢が尾骨を骨折してしまう。花を負傷しながらなおも試合を続ける三沢に、鶴田はその花に狙いを絞った攻撃を徹底する。鶴田は反旗後の三沢に、あいつはもっと良い奴だと思っていたという意味不明なコメントを残しているが、この試合後に三沢はまだまだ良い奴じゃないよと語っており、自分が朝世大軍の壁であることを自認していたとも言える。 この年の鶴田は全日本プロレス中継内の三沢との参観戦後のインタビューで一回でいいから世界最強と言われるハルクホーガンと負けてもいいから思いっきり戦いたいと発言したことがある。当時ホーガンが所属する WWF と全日本とは全く団体間の交流はなく、しかも全日は選手のスタンドプレーに厳しかった。対戦したい相手として他に前田明 藤波の名も挙げており、一時は新日本への移籍を本気で考えた時期もあったという。タイガー・トグチによると、トグチが1981年に全日本から新日本に移籍する際に、鶴田も一緒に全日本を離れようとしていたことが、後年孤高の口から明らかにされており、もし実現していれば、プロレスとの関わりを断ったのではないかと、トグチは推測している。 1980年代後半に戸口は鶴田からプロレスをやめて焼肉屋をやろうかなと思うんだよと言われたことがあり実際に経営に関する本も読んでいたというファンやマスコミを中心に実現が期待されていたジャイアントババとアントニオ猪木の戦いについては全日本に閉鎖的な面もあると思うが猪木さんは今は良いけどあと何年かすれば年齢でベストなファイトができなくなるのは確実だ そういう状態で挑まれても納得できないでしょう。と、第三者として、中立的なコメントを残している。初期が40歳を過ぎた頃に、前田明が、そして1986年に、第2回プロレス夢のオールスター戦の企画が上がった、際に、鶴田がシングル対決希望を表明したが、結局初期は、前田、鶴田の対戦要求に応じることはなかった。 1991年は7年ぶりにプロレス大賞の MVP を3度目の受賞。最後のタイトルマッチとなったのは、1992年10月7日の世界トップ選手権で、田上と組、ゴディ・ウィリアムス組の挑戦を受けた。この年は、古傷の左足首の故障で1シリーズを全球したことに加え、1月にはハンセンに敗れて3冠ベルトを奪われ、 チャンピオンカーニバルでは優勝戦進出を逃すなど、前年の怪物ぶりと比べると陰りも見えていたが、この年に急成長を見せていたパートナーの田植えが、体調万全ではない鶴田をカバーする大活躍を見せる。田植えはこの年に開発したのどあ落としでゴディからホールを奪い、王座の防衛に成功。田上の躍進を見届けた鶴田は、結果的に第一線を退くこととなった。 1992年11月に B 型肝炎を発症し、長期入院を余儀なくされた。公式発表は内臓疾患であり、鶴田康子夫人の著書が発行されるまでは公には伏せられていた。鶴田が B 型肝炎ウイルスキャリアであることは1985年8月の時点で判明しており、当時の主治医によるインターフェロン療法がうまくいかず、症状を悪化させたためと、 後に、安子夫人が著書で述べている。1993年の復帰後も、再発の危険性があるため、極端に負担のかかる第一線に立つことはなくなった。鶴田自身、その時の様子を、菅王家に片足を入れた状態と表している。一昔前なら、菅王家に両足を入れていたとも発言している。メインイベンターとしての鶴田の価値は消え去ったのだが、それでも馬場は、 鶴田の給料を下げることをしなかったという、入院中に読んだ雑誌に、女子プロゴルファーのマスイエリーが大学院に入学した記事があったことが、きっかけとなり、教授レスラーへの道を目指す。1994年10月に、筑波大学大学院体育、研究加工地学専攻に合格し、ついには、非常勤講しながら大学教員となった。並行して、 大会上でのスポット出場という形で現役プロレスラーを継続する。ほとんどの試合は、ババと組んでのファミリー軍団としての出場による6人タッグマッチであった。1999年1月31日のババの死去直後に引退及び全日本取締役辞任の記者会見をキャピトル東急ホテルで行う。この後に全盛期に前田明と戦ってみたかった。 藤波くんがたびたび対戦要求を出してきたが、マスコミの前のポーズだけで実際の交渉は一切なかった。僕はそれが大嫌いだったとコメントしたことも話題になった。後日、鶴田は藤波に失礼な発言をしてしまい申し訳ないとファックスで謝罪した。ただし、鶴田は1990年代のある番組の中で今年の夢は 藤波選手と戦うことですと発言していた。1987年1月4日、東京スポーツ主催のプロレス対賞受賞式の席上でも、今年は藤波選手と戦って最高試合賞を取りたいとコメントしており、週刊ゴングによる鶴藤長天キャンペーンのきっかけの一つとなっていた。一方で、全日本プロレスが1998年に初めて、 東京ドーム大会を開催した際の藤波の参加に向けた発言とその撤回の経緯が引退時の鶴田の発言と符合している。1999年2月20日の引退記者会見に続いて1999年3月6日に日本武道館にて引退セレモニーが行われ研究交流プロフェッサー制度によりスポーツ生理学の教授待遇として オレゴン州ポートランド州立大学に赴任することを明らかにした。なお、勤務先であった東院横浜大学のサイトには客員研究員としてとある。鶴田がアメリカへ向かう際、成田空港に見送りに来たのは、三沢、中田龍大木健一専務のたった3人であったが、中田の著書によれば、鶴田サイドと、ババ原子オーナーとの間にはすでに距離があり、 見送りに行けない空気を振り切ってきたとのことである。これが鶴田と三沢の最後の対面となったが、その際鶴田は、何かあったらすぐに行って来いよ。俺は、三茶は君の味方だから、それだけは忘れないでくれと告げたと言われる。この前後より、B 型肝炎は肝硬変を経て、肝臓がんへ転化かつ重篤な状態へ進行していた。鶴田は、第三者らの進言もあり肝臓移植を受けることを決断。 日本では、親族間の生体間移植しか認められておらず、親族で唯一血液型が合致した実験が、ドナー候補となるも、最終的に移植条件に合致しなかったため、日本での移植が不可能となり、海外での脳死間移植に望みをかけた。オーストラリアで、臓器提供を待っていたところ、2000年春になり、フィリピンマニラで、ドナー出現の法を聞き、フィリピンに渡航。 国立腎臓研究所にて手術が行われたが、肝臓移植手術中に大量出血を起こして、ショック症状に陥る事態が発生、長らくの治療や16時間にもわたる手術の会なく、同年5月13日17時に49歳で死去。くしくもこの日は1984年に、リック・マーテルに敗れて、あわ世界ヘビー級王座から陥落した日でもあった。海名は、 空大将院光武上昇孤児。和田京平の著書によると、鶴田はもともと血を流すと止まりにくい体質であったと記されている。鶴田の死から1ヶ月後の6月13日、かつて鶴田の付き人を務めていた三沢光春が全日本社長を辞任し、その3日後の記者会見で新団体であるプロレスリングノアの旗揚げを正式発表した。 これに伴い全日本の選手が大量離脱したことに対して彼らが全日本で礼遇されていたことを知らなかった安子夫人はジャンボ鶴田お別れの会にて夫は三沢くんを指示したと思います。でも三沢くんに全日本を潰す権利はないですと話したが真相を知った後に自身のウェブサイトで三沢くんたちの気持ちがやっとわかりました。原子さんは許せないですと語った。 鶴田の突然の死は各方面で大々的に報道され、2000年11月26日には知ってるつもり。で、ジャンボ鶴田、家族の絆と、2014年4月13日、鶴田の故郷、山梨の山梨市民総合体育館において、ノアの協力により、ジャンボ、鶴田追悼記念大会が開催された、同年11月28日、 米国プロレス伝道入りを果たした。日本人では、力道山、馬場、チョキに次ぐ4人目の快挙。鶴田が生前進行があった、原辰則も、すごいね、価値あるよと祝福した。バックドロップこの技自体は、若手時代から使用していた技なのだが、当時は、相手のまたい手を差し込んだ抱え式のバックドロップであった。しかし1982年の夏頃からソリ投げ式の、 バックドロップをフィニッシュに使用し始め、そして同年秋にバックドロップの素であるルーテーズから、へそで小さく、こう描くように投げろとアドバイスを受け、自分の頭を相手の脇下に入れ、相手の胴を両手でクラッチして、ブリッジを効かせて投げるルーテーズ型バックドロップに磨きをかけるようになる。1983年4月にルーテーズ杯のために、テーズが再度全日を訪れた際には、 本格的なマンツーマン特訓も受け、以後は、ジャーマンスープレックスに代わるツルタの絶対的な切り札となる。身長2メートル、体重190キログラムの超肥満体系選手だった、ワンマンニャングも綺麗に投げてみせたこともある。最初はつま先をマットにつけたまま素早く低く、叩きつける低空高速型だったが、観客の見栄えを意識してか徐々につま先を流しながら、 高く持ち上げ落下させるスタイルに変化させていく。相手の受け身の力量によって落とす角度を変えており、三沢や川田に対しては、とんでもない角度で落としていた。別名、岩石落とし、1980年代前半のある時、ルーテイズバリの本物のバックドロップを見せてくれよ、と、日本テレビ側から消しかけられたこともあって、対戦相手のハーリーレースに危険な角度で、バックドロップを行った。 受け身技術では、当時世界最高レベルと評価されたほどのレースだが、試合後鶴田の元へ怒鳴り込んで、お前、この場でもう一回やってみろと凄んだ。これに反省したのか、鶴田は、相手の受け身の角度によって、バックドロップで投げる角度を調整するようになったという、バックドロップホールドつま先をつけたまま低い体勢で、素早く叩きつけるスタイルの低空高速式。バックドロップは、 後のバックドロップホールドへと消化されていく、ニックブックウィンクルとのアワ世界ヘビー級戦で、バックドロップホールドでホールして、ベルトをダッシュして、以降、ツルタの代名詞と呼ばれるようになり、また、アワ世界王座ダッシュの決め手のなったことから、世界を取ったバックドロップとも言われていた。パワーボム天竜との1989年4月20日、 大阪における三冠ヘビー級選手権で喉笛の,のチョップを何度も食らったために怒りで我を忘れた鶴田がその天竜に対し放った技。後にジャンボリフトの別名がついたそのパワーボームは長級角度かつハイスピードなもので頭から垂直に落とされた天竜は口から泡を吹いて失神。直後に天竜の異変に気づいた鶴田が慌ててホールし試合を終わらせている。は ちょっとやりすぎたと実感している。ブレインバスターなだれ式、ブレインバスター前方叩きつけ式、ブレインバスター4種類のスープレックス、編集ジャーマンスープレックスフロントスープレックスサイド、スープレックスダブルアームスープレックス4種類のスープレックスを使いこなしたが、ツルタのジャーマンスープレックスは1982年のディックフレアートの NWA 戦を最後に封印される。 封印の理由は諸説あり、恐ろしい威力を誇り危険であり、調節も難しいためや、和田強平レフェリー曰く、はげるのが嫌だからなどだった。ただし、鶴田のジャーマンスープレックスはスピードを落として持ち上げて、一旦止めてから投げていく、現在で言う二段モーション式ジャーマンを主に採用していたので、結果相手は高角度からほぼ垂直に落下する危険なタイプのものであるのは確かで、 第8回チャンピオンカーニバルの決勝で仕掛けられたディックスレーターが首を負傷してしまったのは有名。また、ハーリー・レース戦などでスピードを落とさない高速ワンモーションのジャーマンも時折出していたが円を描くような形で投げ、こちらも落下角度が急になるため危険とされていた。フロントスープレックスは4種類のスープレックスで一番難しく本当に 受け身の上手い選手にしか使わないとされ、鶴田曰く、ジャーマンは1週間で習得できたが、フロントは4週間かかったとのこと。また、フロントスープレックスをフィニッシュにしたレスラーは鶴田が、初めてで、が騒がれる前からサルトを使用していたと主張しているが、こっちが試合でフロントを使用したという記録は、少なくとも現時点では存在していない、ジャック・ブリスコから、 UN ヘビー級王座をダッシュする決め手となったのはフロントだった。サイドスープレックスについては長身のババを投げ切る場面が印象的な映像として頻繁に流されている。最もよく使われており得意としていたのはダブルアームスープレックスでジャンピング2、ボストンクラブなどとともに80年代前半は王子愛で必ず見られるムーブの一つであった。 ランニングネックブリーカードロップ走り込んで、相手の首に腕をかけそのままマットに、相手の後頭部を叩きつける。ババの必殺技であった。パイルドライバードリルは、ホール式で、相手の頭を股間に挟み込んで、リングへの横を叩きつける。技の妨害を受ける心配がない場合は挟み込んだ、体勢で四方に体を向けてアピールしてから落とすことも、あった。また、 ライバルのプロディのパイルドライバー同様何らかの工夫をしていたのか決まった時の衝撃音が非常に大きかった。ショルダースルーこの技はほとんど相手の反撃にあって失敗する。いわゆるお約束的なムーブである。相手の攻撃を引き出すための動きだが、鶴田に比較的余裕のある状態で行われるため、やや不自然なものであることが多い。ブルーザー・ブロディとのシングル戦では双方が ショルダースルーに行こうとしては反撃で失敗する。ダブルを約束的シーンが見られた。ジャンボホイップアトミックドロップの要領で抱え上げ、前方へ放り投げる荒技。菊池武士が主な犠牲者、ホイップせずにそのままアトミックドロップに行くことも、第一戦を退りいた後、田上明がこの技を引き継いだ。拷問コブラツイスト通常のコブラツイストと異なり、かけた相手の方。 側頭部を上から押さえつける。川田との拷問小ラ合戦は名場面の一つ。また、菊池武氏はこの技を文字通り、押しつぶされるように受けた。逆エビ固めキャリア前半では、ジャンピングニーバットからスープレックスへのつなぎ技として、多用していた。キャリア終盤時は、体格差のある菊池へ決めた形が、カタカナの子に見えることから、このあざ固めとも呼ばれていた。ババの、 試合終了間際に攻めている方が強く見えるという教えに沿って残り時間が30秒を切ってから仕掛けることもよくあった。インディアンデスロック試合の前半から中盤にかけて見せていた技で技をかけながら相手選手に張り手を入れたりもする。天竜ラギブアップを取った技でもある。エルボーバットエルボー、スマッシュローリングエルボー鶴田が大きな技へのつなぎ技。反撃の糸口として使うエルボーバットは エルボースマッシュと体を半回転させて打ち込む、今でいうローリングエルボーの形に近いものが多かった。どちらもドリー・ファンク・ジュニアの得意技で、ファンクス道場での修行中に、ドリーから教えられたもの、ジャンボ・ラリアット・スタン、ハンセンのような一撃必殺技とはいかないが、試合の要所でこの技を使用した、キャリアが中盤になる頃から使い出した技。 1984年のテリー・ゴディットの一騎打ちあたりから黒いアームサポーターをしごいて放つジャンボラリアットが誕生したと言われる。鶴田のラリアットの打ち方は特徴があり、通常は下から体ごと伸び上がりながら喉を、ただし菊池武士のような小柄のレスラーには肘を曲げて上から体重を乗せるような打ち方をした。いずれにせよ、鶴田の身長をうまく利用した打ち方であった。また、 超収力のリキラリアット同様、使用した当初は腕を痛めたポーズをとっていた。ジャンピング2いいバットダイビング2いいアタックダブルジャンピング2いいバット一時期、鶴田が相手をロープに振ったら90%この技と言われた。決まった後は右手を高々と掲げ、おう、と叫んでアピールすることがほとんど。現在では、秋山ひとしが鶴田から直接教わったことを明言して得意技としている。 バスケの経験から得た跳躍力を活かしている。若手時代は相手に考慮し、当たる瞬間体を横に向け太もものあたりを当てるようにしていたが、天竜との構想からそのまままっすぐ飛んで、鋭角的な膝を顔面に叩き込むようになった。重要な一戦では、コーナーポスト最上段から放つダイビング式、ランニング式も使用し、反戦を失神させたこともある。この技のバリエーションとして、 同時に、相手の脳天に肘を落とすジャンピングエルボ、ニーバットや、両膝でジャンプし相手に当てるダブルジャンピングニーバットも、人時き使用している。ダブルチョップダブルハンマーとも、頭上から両手を揃えて、相手の背中へ、張り手のように放つチョップ、調整大軍相手に放つことが多く、その威力と大きな音で場内がどよめくことも多かった。技自体は単純だが、相手に、 格の違いを見せつける色合いが強い打撃技である。ドロップキック新人時代に多用したが、キャリア中盤以降も印象的な場面でしばしば用いた。持ち前のバネを生かした打点の高さ、威力、タイミング、フォームの美しさ、どれも随一で若手時代は日本人ナンバーワンのドロップキックの使い手と評された。ババとの初対決でこの技を繰り出した時には、 あまりに高く飛び上がりすぎて、足先が、ババの頭部を越えてしまったこともある。ミサイルキック倉持高尾穴からは、ウルトラシードロップキック、もしくはジャンボミサイルキックと呼ばれていた。1975年前日本に参戦した、リッキー・ギブスンが公開、ドロップキックを得意技にしていた鶴田はこのミサイルキックを自分のものとした、ジャーマンスープレックスと共に、 若手時代のツルタのフィニッシュだった。スワンダイブ式が前世の現代と違い、2メートル近い巨体のツルタが体をひねりながら蹴るミサイルキックの威力は高く、ミルマスカラス、リックフレアーといった一流どころからも3カウントを奪っている。フライングボディシザース、ドロップジャンプして相手に飛びついて馬乗りになるような状態で背中から叩きつける。1983年4月。 ルーテイズにバックドロップを習った際に一緒に教わったもの。そのままホールの体勢になることも多いが、トップロープに自らの喉元を打ち付ける小爆も多かった。また、長身でジャンプ力のあるツルタが使うと勢い余って、ヒップドロップの形で落下してしまうこともあった。技の説得力から、使用回数の割にフィニッシュムーブとなることが多かった。タックルこの技も、 ほとんど相手の反撃にあって失敗する。いわゆる、お約束的な動きである。コーナーに投げた相手に向かって、タックルをかけるべく、頭から突進するがキックを食らうかもしくは自爆。決まったことは数えるほどしかない。場外でのヘッドロックから、鉄柱攻撃この技もまた、ほとんど反撃にあって失敗する。いわゆる、お約束的な動きである。場外で相手を、 ヘッドロックに抱えたまま相手の頭部を鉄柱に打ち当てるべく突進。頭を抜かれて自分が鉄柱に体当たりする。きちんシンクロープに振り、戻ってきた相手の腹部に膝蹴りを入れる。二三回ほど行うのが常だった。長州が全日に参戦していた直後から、鶴田も使い始めたことから、長州に影響を受けたものと思われる。レックラリアット対ブルーザー、ブロディオ秘密兵器。 という触れ込みで開発された、木村健吾の同名義とは全く違い、ジャンピングニーバットが横に流れた形、膝ではなく、すねが相手の首にヒットする、見た目がほとんどジャンピングニーバットと変わらないことから、あまり評判が良くなかったのか、数回使っただけで封印された、遠髄切り相手の遠髄めがけて、ジャンプをしながら、ハイキックを入れる、天竜が多用していた技でもある。 ツルタの場合は軸足を掴まれた状態から放つ、キャッチ式エンズイギリをここ一番で効果的に使っていた。ビッグブーツ相手レスラーに向かってフロントキックをぶちかます。福沢明アナは14分キック、若林賢治アナはジャンボキックと呼称していた。ライバルのブルーザーブロディが死去したことでせっかく威力のある技であるし、ファンがブロディを忘れることがないようにと使うようにした。事実。 試合でヘビー級レスラーをも吹っ飛ばしていた。1989年4月20日の三冠ヘビー級選手権では天竜をパワーボムで失神させる前にこの技で天竜の葉をへし折っている。また、ババとのコンビではダブルフロントキックをよく使っていた。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。鶴田智美に関するカテゴリーありがとうございます。